どうも、まひろです。今日はですね、借金持ち、節約貧乏人男である私の2022年11月の家計簿公開をさせていただきます。今回の動画の流れに関しては、まずはバイトの給料と YouTube の収益の公開、そして続いては2022年11月の家計簿公開、この2部構成でお話しさせていただきます。まずはですね、バイトの給料なんですけども、今月がですね、手取りが181,229円でした。ありがとうございます。これなんですけども、有給を2日使っております。有給を2日使って、さらにですね、バイトの時給が1100円なんですけども、さらに上乗せで役職手当もいただいているので、今までよりも額が高くなったんじゃないのかなと思っております。ありがたいですよね、アルバイトの立場で有給使わせていただいてるなんて。なかなかないですよね。続いて YouTube の収益が61,100円となりました。皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。YouTube も頑張りましたよ、本当に。まあ、ただ、時給で換算したら、まあ、500円も満たないと思うんですけど、めちゃめちゃやってる自信があるんで、本当に YouTube は。バイトと同じくらいやってる。続いて、私、バイトと YouTube と別で芸人活動もさせていただいているんですよ。芸人活動は8年させていただいていて、芸歴8年目の芸人の月収が135円でした。落差がひどいんですけど、でも135円でもちゃんと事務所から支給していただけるというありがたい事務所でございます。このようにですね、私は日々稼がせていただいているんですけど、その稼がせていただいているお金を一体どのように使っているのかっていうのを今から公開させていただきます。毎月額がほぼ固定の固定費から公開させてください。家賃 54,300円、コンタクト代2,860円、携帯代16,695円、借金11,000円、電気代ガス代合算で7,513円、水道代7,943円となっております。一つずつ公開させていただきます。まずは家賃が 54,300円でございます。私の目標は引っ越しでございますので、できれば1年以内に7万円台の家に引っ越したいと思います。まあ、その理由に関してはですね、ウサギのミータンってこう飼っているんですけども、ミータンの寿命が正直あと残りわずかなんですよね。もう普通にウサギの一般寿命と考えて、なんで最後はね、その子といい家に住みたいっていうのが私の夢なんです。貧乏人でいい家住むってあんま聞こえは良くないと思うんですけど、許してください。続いてコンタクト代が2,860円となっております。私はコンタクトは2ウィークのコンタクトを使用させていただいております。2ウィークでさらにカラコン要素も取り入れてるんですね。最近のコンタクトはね、いろんな要素も含まれてすげえありがたいなって思っています。続いて携帯代が16,695円となっております。携帯に関しては今撮影している iPhone XS とこの iPhone 12 Pro でしたっけ、それの2つの分割の支払いだったりとか、いろいろ含まれております。続いてはですね、借金が11,000円でございます。私はプロミスさんに50万円の借金をしております。この借金に関してはこの家に引っ越し代だったりとかもありますね。この家に引っ越した理由っていうのが本当に嫌がらせだったんですよ。この YouTube を通じて嫌がらせ被害を受けちゃったので、もう泣く泣く引っ越すしかなくって、こういう風に借金を背負わされちゃったんですよね。なかなかいないというのもこれも仕方がないですね。あとは芸人活動の費用で借金をしました。続いて電気代ガス代が合算して7,513円でございます。私は電気とガスは同じ会社で使わせていただいているので、このように合算されてきましたね。私は先ほどもお話ししたようにウサちゃん飼っているので、エアコンはこういう寒い時期はもうずっとつけているんですけど、それで7,513円は安い方なのかなとポジティブに捉えております。続いて水道代が7,943円でございます。これ高すぎるんですけど、いろいろ説明させてください。これね、確か先月の家計簿公開でもお話ししたんですけども、水道代が未納だったんですよ。払ってなかったんですよ。払い忘れてた私もほんまにポンコツなんですけど、その払い忘れた額と合算して7,943円なので、1ヶ月単位で言ったら4,000円、まあそう考えても高いか、そう考えても高い。そんな感じで固定費の公開は以上となります。続いてはですね、毎月使用する額が大幅に変動する変動費の公開をさせてください。食費8,685円、雑費3,941円、娯楽費3,650円、病院代4,070円、民間代9,487円、原因代4,100円、交通費13,000円、美容費4,407円、不明物資4,533円、外食費5,598円、プレゼント代3,050円、
一つずつ公開させてください。まずは食費8685円でございまして、私は貧乏人なんですけど、節約生活をする上で一番心がけているのは自炊でございます。自炊もしくは小物は100均で買うということでございますけども、食費どうやったら安くなるのっていう風にいろいろ意見いただくので、今さらっとお話しさせていただくんですけど、私が一番心がけているのはレシピ通り作らないっていうことですね。クックパッドとか見たりするんですよ。でもそのクックパッド通りに材料揃えちゃうとマジで一食1000円とかいっちゃうんで、足りないものは何か適当に代用するとかっていう風に考えたら食費はかなり抑えれるかなって思いますね。妥協が大事って感じです。完璧を求めない。続いては雑費が3941円でございます。100均が大好きなんで100均で小物いろいろ買っちゃいましたね。ほんまに雑費と食費はもう必須ですから仕方がございません。続いて娯楽費が3650円でございます。これはですね、以前の給料日ルーティーンの動画で載せさせていただいたんですけども、私11月25日の給料日で焼肉をしました。一人でおうち焼肉をしましてですね、その際にした額が3650円でございます。散財したおかげで今日まで頑張れているって言っても過言じゃないですからね。そして一人焼肉家でやるのマジでありですね。本当に安上がりで美味しいもんたくさん食べれます。続いて病院代が4070円でございます。あとこれごめんなさいなんですけど、多分8000円くらいいってます。明細表をなくしちゃったんですよね。ちなみに私が現在進行形で通っている病院は歯医者さんと耳鼻科でございます。どれの明細表なくしたのか全然覚えてないんですけど、すいません。続いてはミータン代が9487円でございます。先ほども申し上げた通り、私はウサギのミータンを飼っております。可愛い相棒でございます。動物病院にもともと通っていたんですけど、先ほどお話しした通り私引っ越したんで、行きつけの動物病院がとても遠くなっちゃったんですよね。だからなかなか行けないので、今までうちの子の爪切りは動物病院でやってもらってたんですけど、今後は自分でやろうっていうことで爪切りグッズを買ったらめちゃめちゃ高くなっちゃいましたね。爪切り自体は1000円弱で収まったんですけど、動物用の止血剤クイックストップっていうのを4000円くらいしちゃって、やっぱり動物ちゃんの爪って神経つながっているんで、下手し爪切っている最中に血出る可能性あるんですよ。そしたらやっぱかわいそうじゃないですか。片栗粉で代用できるとか、なんかいろいろ裏技も聞いたんですけど、やっぱり一番安全な状態で一番痛くないような環境でミーターを守ってあげたいっていう気持ちがあったんで、それくらい使っちゃいましたね。続いて芸人代が4000円でございます。私芸人でお仕事させていただいているんですけど、私はねやっぱりそのまだ活躍できていない若手芸人でございますので、ライブに出るのに自分でお金を払わないといけないんですよね。これで4000円かかっちゃいましたということでございます。続いて交通費が1万3000円でございます。私は普段都内でライブの活動をさせていただいているのですが、都内に行くまでの交通費がかなりかかってしまいますよということでございます。続いて美容代が4407円となっております。美容代は結構安く済みました。ただですね、私は使っているシャンプー、コンディショナー、トリートメントは結構高めのものを使用しております。シャンプー、コンディショナー代でほぼ4400円しめちゃったかなって感じですね。あとは日焼け止めを買いました。11月になんで日焼け止め買うのって思われると思うんですけど、これ私調べたんですけど、私本当に肌の老化っていうのがすっごい嫌で、肌質を保つために一番いい方法は日焼け止めを年中塗ることなんですって。肌の老化って一番は紫外線にあるらしいので、紫外線をカットすることによって大幅に肌の健康を保つことができる。あとは16時間断食をすることで私なりの老化を防ぐ努力はしてます。16時間断食は週に1から3程度でやっております。この週1回だけでもダイエットするだけですっごい体重の変動とかの効果も出るので、絶対お得です。週1回食事をちょっと我慢するだけで痩せれるんで、一番いいダイエット法かつ節約でございます。これマジでおすすめ。続いて不明物資が4533円でございます。これはね、皆様もあると思うんですけど、家計簿を計算している最中に何か何に該当するのってあるじゃないですか。もうそういう系のものたちを全部これにぶっ込んでます。続いて外食費が5598円でございます。今回はちょっと外食してきましたね。連れと池袋のおしゃれなカフェに行きました。もう私も緊張しましたね、あれね。本当になんかもうでっかいソファーがあって、もうそこにズドーンって座って
って、なんかふっかふかな、もうそんなのどうでもいいんですよ。その池袋楽しかったです、本当に。やっぱ友達と戯れるのが一番楽しいですよね。あとは芸人活動が、例えば朝ライブがあって夜ライブがある日があるんですけど、そのお昼の間は私カフェで過ごすんですよ。で、私結構そういうカフェ行くときはちょっと高めのところ行くんですよ。カフェ行っている最中に YouTube の編集とかしたいので、やっぱ落ち着いた環境でやりたいので、多少のお金は支払います。500円くらいは。最後ですね、プレゼント代が3050円でございます。いろいろ過去の Vlog 動画を遡ってみていただけたら幸いなんですけども、先輩が芸人を引退なさったので、それのお花代だったりとか、今月11月にですね、半額倉庫さんっていうドンキホーテよりも安いドンキホーテみたいな店に行ってきましてですね、そこにお世話になったのでお土産をお渡ししたりとか、あとは連れが誕生日だったんで本当に300円くらいのものなんですけど、パンって渡したりとかしましたね。以上です。投票っていう言い方だったらあれなんですけど、今月すごいのが2022年11月の中でお金を一切使わなかった日が7日間ありました。ありがとうございます。実はですね、今回使った額以外にも通販で買い物をしたりもしましたね。ただ通販に関しては芸人の衣装代だったりとかも含まれています。あと靴代だったりとか、もっと若いうちに気づけばよかったなって思うんですけども、やっぱ清潔感は一生保っていきたいなって思いますね。清潔感保っていく上では服とか靴とか妥協しないってことですね。靴汚いとね、モチベーションも変わりますし、もうやっぱ印象も変わるじゃないですか。なんで本当に今後はありがたいことに皆様のおかげで YouTube も稼がせていただいております。そしてバイトもめちゃめちゃ頑張っているんですよ。なのでね、毎月1万円の予算で必ず服と靴は買うと、それはもう心に決めております。イケオジを目指します。頑張って働きます。借金返済も頑張ります。ミータンと一生懸命生きたいと思います。ミータンと夢を叶えるためにいい家に引っ越します。応援よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画、節約術、いろんな動画を更新していくので、今後を見てくれるよという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram など SNS やってるので、概要欄からチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。